が挙げられました。一つは中央区の素敵なところ、これはもう第一グループさんがさっき存分に発揮してくださったので割愛します。で、2つ目は町会の運営について、で3つ目が、まあ、情報収集について、で4つ目がやってみたいプログラム、これは結構介護している人たちの健康観だったりとか、あとティーパーティーやったりとかっていうようなこととか、あと障害者の方がバザーできるものがあったらいいよねみたいなところが、まあ、上がってきました。で最後に3つ目のポイントが防災について、でこの中で一番、まあ、議論の中心になったのがこの町会運営と情報についてなんですね。で私は仕事で中央区に関わっているので、住民ではないんですけども、話を聞いてすごく、ああそういうことなのかって思ったことが、マンションに住まれている方と、もともと地域に住まれている方とはやっぱりちょっとこう違うんだなっていうところがありました。でその大きなポイントが、例えばマンションでも自治体加入されているマンションと、もともとそうでないマンションがあると。でそうなってくると、そうでないマンションに暮らしている方たちは、情報が入ってこないわけですよね。だから情報たくさんあるはずなのになかなか情報を得にくい。でも地元の人方って方々は、もともと自治会がある方ところに住まれている方は、なんでマンションは自治会入ってないんだろうって思われちゃうわけですよ。でそうすると相互にやっぱり考えていることが違うっていうことが起こってきて、これはやっぱり多様だからこそ起きる課題なのかなっていうのを、まあ、議論を聞いていて感じたところです。だからどうかっていうところまでの結論は出てません。でもう一つは情報についてなんですけども、まあ、情報はやっぱりさっきのお話ですけど、マンションで自治会入ってないとか情報を得にくいわけですよね。で逆に情報はたくさんあるんですよね。で世代によってその情報の受け方が結構違うんだなっていうことも話を聞いてて思いました。よってその情報発信をどこがどのように戦略的にやって、で、どこが一番こうその情報を得てほしいターゲットなのかっていうところをやっぱり絞っていかないと、なかなか本当に欲しい情報って手に入りにくいですし、まあね、個人個人必要な情報違いますから、それをこう受ける側がどういうふうにこう受けたらいいかって仕組み作りみたいなところはやっぱりさらにこう整備が必要なのかなというのは議論を聞いてて思ったところです。はい、以上になります。町会の在り方、それから情報の活用の仕方、さっきのコンテンツは豊富だけど使い方のリテラシーの格差があるっていうのと一緒で、情報は溢れてるんだけれども情報をうまくこう入手できない人たちがいるというような問題ですよね。はい、またこれもね引き続き深めなければいけないテーマだなというふうに思いながら僕も聞いておりました。